No, no, no. あ、じゃあエンジンスタートかな。そうですね、私の。やばいな。音は同じだね、これ共通の。緻密ですね。おー、このセンチュリーって文字もかっこいい。ちょっと音楽を変えて。ちょこっとね、運転してみますか。うわ、ハンドル軽いですね。ハンドル軽っ。もう加速いいですね、これ。非常にいいですね。あ、これ運転しやすいですね。大きい車なんですけどね、非常に運転しやすいですね。オーナーさん撮影してますね。いや、これは快適、めちゃくちゃ快適ですね。はあ、これは運転してても楽しいな。やっぱりこうハンドルを切った時は、なんていうんですかね、こうためがあるというか、すぐにこう変わらない、方向変わらない。うん、でもハンドルは軽いんでね。非常にハンドル軽いですね。運転しやすい。めちゃくちゃ快適ですね。快適なんだけど、その何、ブワブワしてるわけじゃない。これすごいな。エアサスもお金かかってるんで、ちょっと車庫入れだけ怖いんで、あのオーナーさんにお願いします。申し訳ないです。静かですよね。すげえ運転しやすいですよ。ハンドル軽いですよ。めちゃくちゃ。ゆるゆるですか。ゆるゆるです。
クラウン並べてもらってもいいですか。隣どうですか。もうきっちり詰めちゃって、もうせっかくのこのね、バリモノのロイヤル久しぶりに。もうあの自分のと高橋くんのとあの比べて純正久しぶりみたいな走行距離1万で来るから初めて。これめちゃくちゃ綺麗ですよね、ほんと。もうエンジンの回転も気にしながら、いやー静かだな。静かっすね、音はね。やっぱまだクラしてないから、やっぱ。でもこれでもうるさくなったもん。うるさいって言ってた。あ、そう。すごいでしょ。直噴の初期のなんて感じ。あ、はいはい。これ前期型なんですか。前期です。あ、本当出てすぐ買った。あ、そうなんですか。この年式でこの綺麗は。怖い、すごい。静かっすよね。あ、本当だ、バンパーが前期なんだ。てかもう直噴になった時最初これ壊れてんのかなって。でも添加剤入れたらちょっと